して第6戦スペイングランプリ、はい、これだからね、前回前々回のハミルトン撃墜がすごかったんで、うん、太郎ノートにすごく期待が、あ、 世の期待がね、うん、で太郎さんハミルトン優勝予想ハミちゃん一択と言ってます、うんうん、まあ、ポールはボッサンかなみたいな、うん、あれれって感じでポールボッサンかなって言ったんですけど、うん、ポールポジションハミルトン、うん、でボッサンはスタート失敗で交代エゴイで、ハミルトン途中あのねピットインするメルセデスの絵が映ったんで、うん、うわタロノートまた来たかって言ったら、うん、あの次の選手があこれはボッタスですねハミルトンには全く効かず効かないっていう、ね、ボッサンだけ撃墜されまくるっていう、うん、この辺からちょっとタロノートあれっていう感じで、あ、ちょっとね、ちょっとリプレイ切れちゃったの、ね、うん、シルバーストーンで使いすぎだっていう話になって、うん、そうですね、一言でちょっとニッサニーのことを言っちゃったんで、また応援しちゃったんで、うん、FP1 出走して、うん、スピンすると。エゴイターで、F2 のレースでは、うん、ニッサニーが暴れて、うん、撃墜しちゃったんで、ノブ選手おかげで優勝っていうね、うん、こともありましたけど。うん、まあ、太郎ノートを応援するのをやめた途端に、うん、日本勢 大活躍してノブ選手が優勝するということも思いましたね。で、まあ、次の、ね、ベルギーは、うん、あの優勝予想ルールルルールルル、あ、またそこでもルールルルから言いながらタミちゃん一択ってまた言ってるんですよ、うん、はいはいはい、で、全然あの聞かず優勝しちゃったんで、太郎ノートもこれで引退って言ってます太郎引退でこの次から野手さんが出てくる。ああ、そういうことね、はいはいはい、もう太郎ダメだっていう、お休みしますっていう、あ、ここで休みに入っちゃったね普通のノートに戻りますって言って、はい、あの野手さんがここから出てくるんですけど、なるほどね、太郎野手ね、野手さんね、ここから太郎野手って太郎野手ね、野手太郎、野手太郎まあ、そんなこんなで、第8戦イタリアグランプリ、うん、最初ほら僕はずっとホンダ予想ってレッドブルの2台しか書いてなかったんですけど、うん、太郎さんレッドブルの2台とアルファタオリの2台も書いてたんですよ、うんうん、ベルギーからアルファタオリの予想をもうやめちゃってレッドブルしか書かなくなったんですよ、うん、そしたらベルギーはガスリー、まあ、今シーズン自己ベストの走り、自分でこうベルギーがベストだったっていうね、セーフティーカーが入るタイミングなければ本当表彰台もあったかなっていうぐらいのレースだったんですけど、タローノートがアルファタオリ予想をやめた、あ、だから解き放たれちゃった、2戦目の乗ってたんだからね、多分ね、これね、うん、乗ってたで、ガスリー優勝、エグいてー、乗ってたんだろうかもしれない急に肩が軽くなったんだよねみたいで、中段トップ予想、リカルト選手僕だよって言ったら、予選15位エグいてで、注目ポイント、ボンちゃん、うん、予選14位エグいてだから野手さんもデビューとしてはなかなか良かったね、そうですね、デビュー戦としては、はい、うん、で、その次のトスカーナグランプリね、うん、ムジェロで行われましたけど優勝予想、うん、優勝するの忘れてましたあ、書き忘れたと、書き忘れてました、まあ、あの結果的にはハミちゃん、うん、他にいるなら教えてよハミちゃんで、自動2位ボスさん、うん、この辺から自動2位が出てきます、ここから自動2位が来たね、はいはいまあ、ボスさんあのスタートでは前にいたんですけどね、うん、やっぱスタートで出遅れて、うん、自動2位と、2位と、ただ、最初に書こうと思ったのは、うん、オフショットで、うん、本音のやつ、うん、最初に書こうと思ったのはタッペンですあ、この時言ったんだスタート直後にノーパワーノーパワーって3コーナーでリタイアです、はい、エゴイター最初に書こうと思ったんだけど、いろんな思いがよぎったザンスよって言ってますで、アルボーン、うん、アルボーン9位、うん、宿泊してもらいましょうタッペン4位、うん、アルボーン9位って予想して、うん、宿泊してもらいましょうって言ったらボンちゃん初表彰台エゴイターいい方に働いてますよ、だからタッペン以外はガスリーにしてもボンちゃんにしても、ね、うん、そして続いて第10戦ロシアグランプリ、はい、優勝予想、うん、タッペソ、うん、今回は本音で言ったから、うん、
全然優勝も何もエグいたー普通に全然勝てなかったです、ね、ストレートでコンマ6秒遅いって言われてました、うん、そしてボーボーボーハーハーハーから優勝予想を言ってるんですけど、金曜日はメルセデスの2台すごい絶不調だったんですよね、うんうん、だからボーボーボーハーハーハーぐらいだと金曜日はすごい撃墜しちゃうんですけど、なるほどなるほど、そこでデプロイ切れちゃうだからなんかそろそろもう野手さんダメじゃねみたいな、いきなりね感じになって、ビギナーズラックだったぐらいのね、うん、まあそんな感じですかね。なんかハミルトンお腹痛くなって政権交代とか言ってたんですけど全然お腹痛くなる、そのお腹痛くなるのだいぶ先っていうね。あ、なるほどなるほど。ボスさん優勝したんだけど、うん、あのニードンボードのとこに車止めちゃうっていう。ああ優勝して、うん、まあ得意な措置だから、うん、優勝したんだけど、まあ、いつもの癖で、うん、2位のボードのとこにパルクフェルの車止めちゃうっていうちょっとまあ自動2位が染みついてしまってるっていうところがありましたね。なるほどね。そしてオフショットで、なんとかマンに注目してます、うん、地元なので。ああ地元なのね、はい、それは予選でミックに負けるし、うん、レースはまさかの11位ということで、エグいてー、ね、こちらも地味に調子良かったなんとかマンね。そうなんです、この辺からなんかね急激にしぼんでって最初ランキング上位いたんですよね。いたんだよいたんだよ。そうだ、今年はちょっと行くんじゃねってね、うん、F3 からね上がってきて、タローノートがなんとかマンって言い始めてからだいぶ低迷してますよね。エグいてー相性良かったな、ね、そうですね、はい、で、続いてニュルブルクリンクのアイフェルグランプリ第11戦は優勝フェルスタッペン、うん、そして2位アルボンっていう無茶苦茶な予想してるんですけど、うんまあ、当然フェルスタッペン優勝はできませんし、はい、アルボンに関してはもう首跡とぶつかってリタイアしてエグいたちょっとどうしようもないですね。で中段トップはガスリーってまたこれも無茶苦茶な予想してるんですけど、これも Q2 敗退ということでエグいたで忘れてないよ首跡って言ってるんですけど、うんうん、注目ポイント先ほど言った通りアルボンに撃墜されてます。エグいた久しぶりに変えたら撃墜されてます。 なるほどね、はいはい、あのまま行けばガスリーと首跡で6位7位でフィニッシュしてたのに、うん、タローノートに書かれたんで、なるほど、大変なことになっちゃいました、うん、そして、赤の5番、うん、来てましたね、うん、また、サクッと、うん、早々にタイヤロックアップして、勝負権を失ってます。エグいたあとはハードタイヤでずっと走るだけになりました。なるほど。そして、久しぶりにリカルド選手に触れず、リカルド人形も触らず、うん、触らず、そうするとリカルド選手3位表彰台です。エグいたずっとそういえば前半戦はリカルド人形をこういじってたんですよ。ああそうなの、いつも思ってたね、うん、あそうだね、なんかあの どっかからもう触るなって言われたんだよね。そうそうそう、うん、いや このレースからです。ニュルから触るのやめたら、急に表彰台に乗りました。あとあのオレンジ色のキャップ、ね、うん、乗ると、マクラーレノリスリタイアです。エンジン壊れました。エグいたこれもだからノリスが表彰台に乗っててもおかしくなかった。あそうだね、キャップ伝説もあったんですよね、うんそして、そうだからお腹痛くなるっていう、うん、ジョビナッツィのことを予想した、うん、っていうのはあのミック・シューマッハがフリー走行に走るっていうね、ああそうそうそう、予想ありましたから、そのまま乗るんじゃないかってね、もともと金曜日のフリー走行でミックが走る、うん、アルファロメオに走るとであのジョビさんがお腹痛くなってそのままミックがデビューするっていう筋書きを、うん、はい、タローノートに書かれてたんですけど、うん、金曜日のフリー走行キャンセル、エグいたーノームのためキャンセルミックが乗れなかったからね、はい、でジョビさんは今季初入賞を果たしてます、うん、だからアルファロミオには結局そこから乗れずじまいってことでしょ。そうですね、一回も乗らずにハース行っちゃいましたね、はい、うん、タローノートのせい、だからタローノートのおかげでジョビさんは残れたとも言えるわけでしょまあジョビさんは書かれてないですからね、うんうん、あのまま普通にハースの SP1 にミックが乗ってたら、はい、天末は変わったかもしれない。そうですね、はい、うん、そして第12戦ポルトガルグランプリ、うん、優勝は、うん、自動ワンツーシルバー野郎ハミ&ボスさんあー言った言ったこいつのせいでつまんないレースになりますっていう予想ってますまあ当たってるんですけどハミ&ボスさんは何がシルバー野郎なのかっていうね黒ですからね、車はもう確かにそして中段トップ予想はルールルからのありがとうセブンナンバーファイブもうセブン何位だったかもよく覚えてないぐらい走りも棒にもかかってません。エグいたフェラーリ2台ともですね。ルクレールは予選4位、うん、まあ、あの今のフェラーリのパフォーマンスから考えるとありえない、うんうん、
フォーマンスを発揮して、うん、しかも決勝も4位でフィニッシュです、うん、だけど、ベッテル選手予選15位決勝10位ちょっともうチームメートの差がえぐいってと。やっぱ日本も去年の鈴鹿でから来てるんだよね。だからあそこからだからもうずっと呪われてんだね、はい、えぐいてー。でそして注目ポイント、宣教師ダニエールって書いたら、オコンに負けて9位でフィニッシュです。えぐいてなんだダニエールってそして第13戦エミリアロマーニャグランプリイモラ、ホンダ予想、うん、タップン3位、アルボンニュウヨヨヨヨヨ中段トップ4位なんかーいって言ってるんですけど、ボンちゃんは最後にスピンして自滅しました。えぐいてー。そしてタッペンはリタイアです。えぐいてー。アルボンヌ以外ではペーペペって言ってるんですけど、うん、ペレスも Q2 で敗退してます。えぐいてー。そして決勝でも取れたはずの表彰台逃してます。えぐいてー。そして注目ポイント、セブンナンバーファイブ、今度こそ VS ボッチャ負けるもんかーということで、どっちもピットでだいぶ時間ロスして激戦になってます。えぐいてー。どっちもってのはすごいね。ピット作業でピンポイントで激戦されてるっていうのが、ね、仲良くピット作業でね、チーム違うんだ ね、 ですね。それがあのタローノートのミラクルのところですよね。ミラクルだね、うん。そして第14戦トルコグランプリ、はい、久しぶりのイスタンブールでね、うん、路面コンディションがなんかもうぐっちゃぐちゃで普通のレースにならなかったんですけど、中段トップ、うん、ペレースおじさんは走ったことあるもんねって予想してるんですけど、うん、なんとこれが当たりまして、うん、表彰台に乗りました。乗りましたね、はい。そして注目ポイント、うん、ボニちゃん様のどんからかしちゃん、もうすべてが空回りって誰を巻き添えにするのかっていうことで、うん、焦りトリオ、うん、23番5番18番に注目って言ってるんですけど、うん、5番も18番も表彰台、エゴイターホールポジション、エゴイター。23番は、くるくる回ってました。エゴイター。お楽しみいただけたんじゃないのかな。優勝予想が、うん、ボーボーからの、うん、なお待たせタッペン様っていうなんか謎のそして、自動2位は発動するのかボッサーンって言ってるんですけど、ボッサーン2位どころかなんかもうくる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 回ってる後ろの方でノーポイントでフィニッシュしてます。エゴイター。でタッペンは、普通に走れば優勝できたはずなのに、予選もレーシングポイントにポール取られるわ、うん、決勝も、戦略ミスだの、スピンだの、自滅で、うん、表彰台にすら乗れずに終わってます。エゴイター。てかあのノートに書かれてなければ普通に走って優勝したかもしれないっていうぐらい車は良かったんですよ。あのタッペンもボンちゃんも、うんうん、まあ、ノートのせいでこうなってしまったということですね、うん。そして、ラウンド15バーレーン、うんうん、中段トップリーリリリカルドノードノリスからのペレースおじって言ったんですけど、3位走っててエンジントラブルに。えぐいてー。タローノートえぐいてー。だから当たってたんね、途中までね。タローノートえぐいてそしてオフショット、うん、いけーツノッチーって言ってしまってます。言っちゃったんだっけ最後に、はい。そしたら予選でスピン、えぐいてー。最後尾からの追い上げです。なんとか追い上げて6位までいったけど、はいはいはい、危なかったです。危なかったね、うん、非常に危なかったです、うん、これもう F1 の、うん、ね、ライセンスすらダメになる可能性だ、うん、でもあれがあったからツノッチはこう最後まで気を緩めることなくなければ多分バーレーンでポールトゥーウィーンでそこで決まってたんですバーレーンでポール取って4点、うん、レース1優勝して25点、うん、プラスファーストテスト2点、うん、でレース2も、まあ、表彰台ぐらい乗ったらもう決まってましたね。言ってたから、いや今だから言いますけどって、あの時の最高位からのスタートはって言ってなかった。言ってなかった。おかしいな。まあでも自分のミスだというのは認めてました。焦ってしまったっていう。先の F1 っていうのがやっぱこう頭に、うん、ここでダメだったらどうしようっていうのがやっぱりあのタローノートに書かれてたんでって言ってました。エゴイターエゴイターエゴイター。そして最終戦アブダビグランプリですけども、はい、もうちょっとこう激墜が多すぎてですね、最終戦に関しては、そう、まあ、予想本田予想タッペン3位、うん、ボンタン4位 ×2 位で8位って言ってたんですけどタッペン優勝でボンちゃん4位です。
当たってたね。当たってないですか。しなければよかった、ね、当たってないです。そして中段トップ、うん、ペーペペからの、うん、僕だよ リカルド選手ね、全然ダメでしたね。エグイターっていうか、まあ、あの FP1 からトラブルで止まってましたし、エグイター予選も Q2 で終わって、チームメイトにも初めて負けてしまいました。エグイター、ドライコンディションで初めて負け、アブダビで初めてチームメイトに負けたと。なるほど。そして、注目する最後の犠牲者は、ボスさん、自動にやりきれるのか、1位の人と違ってもやりきれてますやりましたそして注目最後の犠牲者その2、サット、撃墜してないでしょあれ撃墜したっけ撃墜はしてないです、アブダビでテスト乗りました、はい、あ、それもね、そうそうそう、だからやっぱりこうあの書かれたからじゃない。まあでもホンダの肝入りではなかったです世間で噂されているような。ああ、そうだね、なんかそういう風に なっちゃってるとね、で、まあ、言いようなんだ、で、優勝予想、ボスさんごめん、サンダーバード89これによって、サンダーバードはメルセデス乗れませんし、89番エイトキン選手もウィリアムズ乗れませんし、ダブルで撃墜してますでもですね、最後、本音の優勝予想、なんとやってます。あ、そうかそうかそうか、あ、そうだそうだ。忘れた。いやー、ちょっと駆け足でね、こう振り返ってきた。なんか最後バチッと締めたってことだからね。締まってない。締まってはないですね。そこまでがちょっと本音で予想されて最後ちゃんとそれに打ち勝って勝ったってことは、これちょっと来年聞かないかもね、タッペには。まあ、そうですね、そうなってくれると嬉しいですね、まあ、だからあのタロードとのね、あのレギュレーションのそのまま来年移行しますから、すいません、タロードとのレギュレーションって何ですかだからそんなのあったんですか、テクニカルとスポーツ、そうそうそう、そうだから F1 カーも基本ほら、はい、ね、継続ですからね、継続だからタロードも継続なんで、来年はタローノート B ってことですね、そうそうそう、だからあのタッペン選手にこう最終戦これ効かなかったね、見事、はい、的中したってことは、あの交代をね身につけたっていうこと、ことなんで、あの撃墜されされたことによって新種のあれが出てこなければ突然変異のタローノート、ね、そう、突然変異のすごい強いのが出てこなければ、タッペンはもう来年もこれ行きますよ、もうビューンっていってバーンですよ、もう出てこなければって言ったので出てくると思いますというわけで、来年も皆さんタローノートにはお気をつけくださいありがとうございました。でも本当改めてこう、まあ、去年もそんな感じだったけど、やっぱ改めて振り返ると結構激突してるんだね。だから普通あの予想って、あのまあ当たるか外れるかなんですけど、太郎さんの場合違う方に当たるじゃないですかあーくそ、今回フェルスタッペン優勝当たんなかったな、じゃあ普通は、うん、そうだね太郎さんの場合予想とか中段トップとか注目すると、その人がこうですからね、だからエグいたよなんですよ。ただ普通になんか当たんなかったねじゃあこんな言わないですからねまたいい年した大人がバカなこと言うってって子供騙しがって言うけど、確かにだから去年、だから去年途中からちょっとね、ウィキペディアとか見るようになっちゃって、こうね、変なこうデータからね、変な知恵つけちゃって、変な知恵つけちゃって おかしくなっちゃって、やっぱり今年はねもう原点にこう戻ってね純粋に応援して、純粋に応援、サクッと撃墜たつですね、それで何十年も撃墜され続けてるのが広島カープですまあまあね、そういうことで、まあ来年もね、太郎さんと野手さんと、はいはい、だから今年はでも野手さんと太郎さんが現地行ってないんで、そうだね、効力はちょっと弱かったっちゃ弱かったかもしれないですね。あ、行ってたら どうなっちゃうんだろうね野手さんだから現地行ったことないまだね、一回もねまあでもあの世の中的にはもう太郎ノートではなく、もう太郎教と、教祖と呼ばれるに至ってますから、なるほどなるほど、という意味でやっぱりあの去年に比べると2020年は、太郎さんとしてもこうワンステップ上がったんだろうなと。あ、去年はだって教祖様とは言われてなかったですからね。来年なんかこういうデザインのなんかノートとかあのT シャツとか作るT シャツ売れないのでやめてください裏地に手形がプリントされてるっていう
着てるとただの無地なんだけど。あのだから、白い T シャツ買ってきて、太郎さんこう塗って、うん、これで。ああもうね。もう、うん、直で。直でね。オレンジ色でね。関取がやってるやつね。やって。ああ、それしようか。はい。うん、太郎さんの、歯が入ってる。3万円で。はい。あと、ツボとね。ツボとね、ツボにもね、バシャッつってね。はい、うん、あ、それいいかもね。じゃあ来年はね、ツボ売りますんで、はい。まあね、本当にあのこんな馬鹿げた太郎ノートに、1年間お付き合いいただいて、そうですね、はいはい、まあもちろんね、皆さんあのお遊びだと分かった上で、うん、それで楽しんでいただいてるわけですから、ね、はい、いいと思うんですけどね、うん、ちょっと待って、これだからこの流れだけど、本当、来年もやるってこと？やらないんまあ、そこはね、じゃちょっと皆さんが何でもやってくれって言うんだったら、ちょっとあのパワーアップしてね、うん、なんかもうこういうご神託みたいな感じで、優勝はたっぺんじゃーみたいな、うん、なんかちょっと衣装考えようかな。そうですね、白装束、うんうん、ちょっと太郎装束、うん、そうだね、うん、ちょっと海っぺりかなんかでやっていただいて、あーちょっとプロモーションビデオ撮っとくじゃん、ダサ、はいはい、うん、ーン、あーいいかもね、ちょっと冬の寒い時にね、ダサーン、寒い時にこう T シャツ着てね、新潟かどっかロケ行って、うん、吹雪のヒャーン、なんかこうやって滝に打たれながら、うん、超寒い中でなんか夏のシーンを撮るっていうね、うん、後ろあのスキーしてガーラ湯沢、あーなるほど、そういうのもあるかもねというわけで、2021年太郎ノート、はい、より一層の活躍を皆さんご期待ください、はい、それでは皆さん、はい、ご一斉にご唱和お願いいたします、はい、それでは行きましょう、はい、太郎ノートエグいてー